モブ夫婦です。今日やっていくのはこちら、じゃじゃん、ロゴスのソロ用テーブル、ローテーブルが新しく出ていたので、こちらを開封していきたいと思います。熱いものを乗せても大丈夫な金属製トレー型になっていて、物が落ちにくいコンパクト収納で、バイカーの人とかも期待できるような商品になっています。こちら袋に入っているのが足の部分ですね。足の部分もすごい軽いです。コンパクトな収納ケースも一緒についてきました。これで3850円の価格で購入しました。ロゴスマークもちゃんとついていて、おしゃれなケースになります。今回のこのソロ用のローテーブルなんですけど、すごく軽いものになってて、でも軽いものって結構ちっちゃかったりするんですけど、ロゴスの商品なんとですね、そんなに小さくないという特徴があります。まずはこの鉄板の横のところにこういうちょっと加工がされてるところがあります。左右にあります。で、この2枚を合わせました。で、ちょっと無理やり感じか。なるほど。こっちもつけていきます。そしてここで最後にこっちを、おお、できた。慣れてしまえば早いんじゃないでしょうか。ということで、できました。こちらものを試しに乗っけていこうと思います。トサンドメーカーをちょっとデカめのメスティンを乗せます。3号だけのメスティンなので、ソロキャンのやつの倍ぐらいでかいです。物乗せちゃう。それでもまだ半分ぐらい残ってるので、コップも乗る。何かね、乗せたいものを乗せちゃえばいいと思うんですけど、ソロでは十分すぎるぐらい広い範囲のテーブルになってます。このテーブルの説明をしていきます。今回のこの形状ソロテーブル3625テーブルなんですけども、重さが約 375g ということで、非常に軽い一人用テーブルになってます。もちろん片手でも軽い。耐荷重だいたい 10kg。 天板にはアルミ素材使われていて、熱いものを乗せるのも大丈夫になっています。横幅が36センチ、奥行き25センチ、高さ10センチ。収納した時の高さとか幅とかもあるんですけど、収納袋で片付けた時の収納サイズが幅36、奥行き 12.5 になっています。足のフレームがステンレスで、この天板アルミ製で熱に強くなっています。ということで、今回このロゴスのローテーブル、超軽量型の部分、旅人にもおすすめなローテーブルだったんですけども、購入したので紹介させていただきました。他にもいろんなキャンプ道具を紹介したいと思ってますので、今後も見ていただける方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね。